設楽さんって本当に何もしないですよ。そうだね。いや、それが、だから気に食、まあ、気に食ってんじゃん。気に食わないっていうか。気に食わない。でも嬉しいよ、そりゃ。有吉がそういう風に思って、俺を、要は思ってくれてるわけでしょ。何なんすかね、これ。何でも受け止めてるみたいな。自分。違う違う、それはさ、バナナマンとさ、有吉ってのはさ、いわゆるもう俺からしたらさ、こう戦友的なね。はい。そういうイメージだから、うん、その真、その悪口として捉えられないんだよね。アドバイスって、その、そういう、俺もそうだもん、有吉に言うことは。だからね、設楽さんはね、それをね、だからね、言い訳にしてっていうか、気に食わないですよ。だからその、前回も言いましたし、そこから変わってないんだけど、うん、やっぱまだ依然として1万円返してもらってないとかね。こういう話は言いたくないですよ。何でしたっけ、その1万円って。前回なんかありましたよね、そういう話。その、前回は1年ぐらい前に来てもらったわけです。そうでしたね。10年ぐらい前ですかね。もう7、8年ぐらい前に、うん、はい、設楽さんがまだそんなお金もない、はい、っていうおっしゃってましたよ。はい、で僕はまあ、そこそこ、猿岩石で、はい、お金があった頃に、あったね、あの時は先輩でありながら、うん、ちょっとヘルスの金を貸せと。うん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 。2万円借りたの ?2 万円。2万円借りたんです、うん。はい。それで、うん、それ以降今お金がもうできてる。多少1万円返せって言って、たらもう返せるぐらいの状況にあるのに、うん、1万円まだ返さないわけです、うん、それをだから返せって言ってなんどうして1万円を返す、そうするとまた言うわけですよ、うん、いやそれは戦友じゃないかとか、うん、そうおかしくないですか、そういうのも一つの例としてね、うん、だから俺はもうじゃあぶっちゃけ言っちゃうよ、これお言っちゃぶっちゃけるんですかね、有吉は、うん、もうこの話で1万円以上儲けてますよ、もう買ったわけ、買ったわけ、そんなね関西芸人みたいなこと言わないでくださいそんなね。だから。おもろいネタやないか、みたいな。俺はね。俺は。おかしくないですか？じゃあ、だから、じゃあもっと、じゃあ、そういう風に言うんだったら俺もっと言わせてもらうけど、はい、俺はその一枚有吉に返すんじゃなくて、返すんだったら、もっとお金がない後輩に返すよね、それを。それで風俗行ってこいっていう。いや、それはおかしいですよ、やっぱり。僕の本当に一番苦しい時期の、知ってんのに1万円返してくんないですもん。僕、本当にあの時1万円が欲しくてしょうがなかったんですよ。本当に1万円で。去年ですよ。去年のことですよ。本当にですよ。本当に1万円で、今月の家賃がっていう生活してたんですよ。その時の1万円ですから。お今で言うもう本当100万、200万だもん。それを返してくんないですから、平気で。それではごめん、じゃあ。ごめん。もう笑うしかないです。ごめん。それはごめん。いやいや謝りましたよ、はい、返さないってことですね、じゃあそれは今居直ってるんですか、今は返さない、返せない、だって返せないって何ですか、うん、確かにね、なんかそれがあるから、うん、よくそれがあるからつながってるみたいなところがもうあるわけ、俺は1万円で、うん、彼女と彼氏みたいなのもあるじゃん、そういうの、この荷物取りに来られちゃうともう完全に切れる、なるほど戦友ですよね。戦友。だってそれもう関係ないじゃないですか。たった1万円で繋がってるんですか、僕と。いやいや、違う違う。それは、その、気持ちってさ、はい、形になってないもんだし、何か残ってるもんじゃないけど、はい、過去の思い出の中に、はい、要は物質的なものが今俺らにあるわけじゃん。はい、それを、要は1万円がどうのって話じゃなくて、それが、もう、物体として残ってる以上、その関係はあるっていう、それにしが、それをだから集約して1万円つってるけど、1万円返せるよ、ぶっちゃけね、そりゃ。そうですね。返そうと思った、はい。だって今だって持ってるし。はい。だけど、返せないっていうのはそういうことよ、理由は。あの前回1年前にお会いした時の理由は、7000円しかねえんだと。去年ですか？あれば返すんだけど。去年はあれば返すんだけど。あれば返すんだけどとおっしゃったんですよ。去年はね。今日手持ちがないんだと。はい。今日は確実にあるわけですよね。今財布開けました。うん、ある。あるんですよね、うん。じゃあ返してください、それは。いや、だから去年とも理由が変わってるよね。理由なんて変わるもんなんですか、そんなに。どうなんでしょうね。それは、なんだろうな。いや、僕もくどくどこんなこと引っ張りたくないですよ。そのお決まりのコントみたいになっちゃうの嫌ですけど。うん、だからこうなるんですもん、やっぱり。でもさ、俺別にさ、有吉と他の現場で会ってね、はい、有吉見たら、あ、1万円って言われるから逃げようとか言うのないじゃん。はい。うん、おいっつって。まあ、
反省のかけらもないですよ、ね。それで、別に有吉も他の現場で1万円返してくださいよとは、そこまで請求してこないじゃん。違う、違う、それは。それは分かってんの。だから、はい、有吉も同じ気持ちなんだなって思ってる。どういう気持ちですか？その証だと俺らの。違いますよ。約束の場所みたいな。僕が他の現場で1万円のことをうるさく言わないのは、うん、そんなんでギャギャ揉めてたら、他の芸人さんが、おお、どうしたら何揉めてんだと、うんうん、面白いことやってんのかと。まあ入ってくるね。入ってきますよね。入ってくるね。そこで僕がその、まあじゃあヘルスでっていう話をして、うん、1万円返してくれないんですよって言うじゃないですか。うんうん、そう、またそんなネタみたいなことしてんのかと、言われるじゃないですか、うんうん。そんな恥ずかしいじゃないですか。そんなくだらない1万円やりとりなんて、どうでもいいんだろ、本当はお前らって。そう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 。だけど僕は切実に1万円が欲しかったわけですよ。その、だから言ってんの。その時ね。今はもう違ってるわけじゃん。違います。今だって欲しいですよ、本当に。いや、それはさ、1万円。金の貸し借りが一番そうでしょ。絆とかがなくなる原因の一つでしょ。今こう実際揉めてるの、そうじゃないですか。今ここひび入ってるじゃないですか。僕本当に俺いらない。ひび全然ツルツルの丸だと思ってる、今。で、それ借りた方の言い分でしょう。ひびなんか全然入ってないと思う。そうですか？うん、入ってる？いや、返してほしいです、僕は、それは。もう、この件はもう、今日でさっぱり終わらせたいです。俺は嫌だ、それは。これ譲らないな、お互い、これ。それできない。で、そういう言い分もわかるけど、だったらそれはごめんと。うん。ごめんなさいっていうのはわかるけど、1万円は返せないっていうのは、さっきも言ったように、それが俺らの絆であり、あの時の思い出だし。いや、借りて返さない方がいい人間だみたいな話になってるでしょ、今。俺がなんか取り立てるみたいな話になってません今。で返す、まあ、1万円を、じゃあ、返すとしたら有吉じゃなくて、はい、その、別の人へ返すって形だったらあれだけど、今有吉に直接返すから。いや、それはおかしい。僕が一回1万円預かって、それで僕が設楽さんの後輩なりをヘルスに連れていく。それが筋でしょ。設楽さんの後輩を有吉ヘルスに連れていくんですか？まあまあね。その、そういう意味では。設楽さんが後輩をその1万円でヘルスするときって俺何にも関係ないじゃないですか。僕に感謝の言葉も一つないですよ、そんな。オタクの後輩に。そんな、理屈でやってるんですよ。めちゃくちゃ言ってんだもん。もう本当に。ごめん。いい加減した方がいいですよ、俺、本当に。鼻が出ちゃうの。ごめんね。ね、ちょっと。ごめんなさいね、体調が悪い。うちの人は今、ライブの稽古中でして、日村さん。疲れプラスのクーラーです。風邪をひいてますよ。日村さんだとおかしいと思ってるはずなんだもん。俺もさ、有吉ともっといろんな話したいわけよ。したいですよ、僕も。毎回ここで1万円返すとかさ。だからこれはだからその件でスッキリさせましょうっつってる。とりあえずじゃあ違う話しようよ。せっかくこういう機会なんだしね。なるほど。そうしましょう。夏。夏ですけど。うん。夏でない。夏。ねえ、なんかどうするの予定とかあるの？いや、それより1万円でしょ。